はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。放文社アニプレックス12月5日ジョイにイコベムント決まりましたね。ご案内です。メインの人はほぼ参加ということキララで、ファンタジア始和まり気ます。休みだけがどうだったかな？参加するのかな？という感じですが、イベント楽しみです。またですね、ゲストとして来またる、来たんですか。キララアニメに登場している人も楽しみですね。あと、まあ一部、キララファンタジアだけ、アニメ化されてないけど、キララファンタジアに配役された声優さんもおりますが、その人たちが出てくるかもしれません。まあ、最新のアニメの登場も期待したいですね。玉読みとかフルーツタルトとか。フルーツタルトは一人来るんじゃないかな。新田日和なのか、久保田梨沙なのか。白石遥香なのかわからないけど。12月5日のイベントが楽しみです。ポルカさんの松井絵里子さんももう出てきますからね。しっかり練習すれば不安も吹っ。私にこのような幸運お、なんかあった？まさかこっちでも学園生。カムリちゃんおすすめのお店。やっぱり教室は落ち着くな。OK。キラーポイントが結構溜まってきましたからね。これをどう対処するか。トレーニングの結果が出ました。今日も頑張りましょうね。すごいでしょう。ランプが96か。いい感じよ。なるべくなら防御型の方を育てたいな、攻撃型よりも。クエスト行きましょう。今回も、前回続き収集クエストです。まゆさんは料理が得意なんだよ。特に甘いものは任せてね。後日談もやりたいと思いまユウす。マはさすがに異世界でもいないわよね。これはですね、風属性なので火属性を中心に起用したいと思います。これ火属性なのかな。アズニャンなんですよね。問題はアズニャンの能力が長押しするとこのようにパラメーターが表示されます。アズニャンマッシュラが23で、そういう武器でなかなか専用クリスタルが今45となっております。2度パワーアップしてるわけですね。で、39ですし、スキルは。そうなると、レベルアップをしないといけないんですが、装備中の武器をのレベルを60に上げないとできないんですが、それがなかなか難しい。ちょっとこれに関しては落ち着いていられますかは、もうアップできないので、アズニアンの選択は難しいですね。アズニアン外してもいいかもね。こう。こちらユノですけど、ユノはまだ火の舞の使いがレベル12でしかない。ユノ専用ロットは16だし、この通りですね。二等発のスキルも気になるよね。
の属性。お羽はいるけど、ソネちゃんもいるけど、この属性にイベントボーナスがつく人っていないんだよな。決まった。星葉も含めていないのかな。いないんですね。出発進行。先輩らしいところ見せないと。きっと大丈夫。私が助けるね。攻撃属性なんだよな。うまくいくといいんだけど。追い込まれました。アズニア落として、彼女入れましょう。ただちょっと攻撃でダフクになってしまうな。トコサユリ出発進行。みんなしっかりやろうね。これでどうですか。
これはもうやったんで大丈夫です。これでどう？強い。よし、終わった。やった、倒しました。時間稼ぎ作失敗。上級。シードで行くか。もう一度コルク。コルクボーナスもらえますからね。コルクと入れ替えかな。107オーバーするかな。カズニも武器を取り外す。ここすっごいな、水着。行こう行こう。先輩らしいところ見せないと。ちょっと足り弱くなってる。あ、倒しきれないんだ。また防御力が上がるって言うと、そんなに上がるわけじゃない。でもまだ死なない。強い。試合大事。無理しないでよ。あ、出し惜しみしな、出し惜しみは死につながる。ピヨってる、ピヨってる。ドアを引かせてやるんだから。きっとさ、これでどう？これは気をつけて。回復だ。コルクにリカバリープレゼント。いや、いまいち。どうしよう。
決める。これでどうなる。レベル9か。まずは最高と必要なもの、外車とリーセット、シャバとケーキスタンド、マゾンの箱、準備、あとで提供するだけ。あー、いまいちでも結構ダメージ与えますね。倒せます。しかも回復しますからね、これで。この攻め守り両方耐えられるとこは強い。攻撃は最大の防御。おーっと、倒しきれない。後続性も来た。アンハピー。コルクでもいいかもしれない。これで決める。アフターヌーン了解した。全滅するでしょうね。次も勝つ。コルクさすがです。いいですね。さあ、長球行きましょう。長球はちょっとマジにやります。ちょっと土属性が弱いんだっけ。ただボーナスがあるんでね、早々にコルクを外すわけにはいけません。彼女に頑張ってもらいましょう。3超えるから、ワンランク落とせばいけんじゃないかな。いけますね。この属性は変わらず。こう、水着、いきましょう。さあ、参りましょう。気を引き締めていきますよ。属性耐性です。正面突破でいきましょう。発信できないですからね。今は我慢の時だね。みんなを守って。あれ。行くよ。悪さは許しませんよ。一回倒した。どうかな、聞いたかな。自身を回復。悪さは許しませんよ。皆様ご一緒に。さあ、どうなる。参ります。コンビダイヤに行った。あー、聞いた。またお願いします。強い。まあ、1万5000なんでそんな強くないですけどね、みたいで。当たってください。みんなと一緒ならできるよ。今は我慢の時だね。行くよ。そうなんですね。悪さは許しませんよ。無理しないでよ。ちょっと一番似合えてるはず。どうかな、聞いたかな。痛いですよ。とりあえずこっち遠目さしときましょう。まだ2分2です。こっからが本当の地獄。私もやりますから。弱体化も持ってんのか。これでどう。残り1体使いましょう。やってみよう。いきます。私がやらなきゃ。お客さん足が速いから。
想像なんですね。私もやりますから。リングダイヤリー2回目です。行きまーす。私が助けるね。やばいです。世界のために私ができることを。参ります。キラキラの思い出よ。一体残った。えい、やっ、痛いです。やっ、無理しないでよ。ここは任せてください。やっ、ここまでです。倒しましたか。スピードどんどん上がってきます。ユーマはさすがに異世界でもいないわよね。これ超級終了です。ちょっと急ぐ。わー、ありがとうです。ミッションもクリア。とても助かりました。クエストキーが金の3つということで、これで収集クエストは全部クリアですね。今はこの方々と繋がりやすいみたいです。10回無料召喚復活した。行きましょう。行ってみましょう。さあ、いいの来いよ。大宮しろ、なかなか来ない。おっと、よかに2機。直樹ミキ。お、星4以上来た。星4か。カンスマ、サクヤ、金色モザイク。ウミコ。こう。まだある。あ、無理だ。色川ミキです。魔法使いになっちゃいました。憧れの魔法少女。張り切っちゃいますね。私、次回も頑張ります。またいつも来てくださいね。さあ、彼女は化けます。カモカラスマサクラ、ウミコも力アップ。今はこの方々とつながりやすいみたいです。両方とも引いてんのか。クエスト。最後の後日談行きましょう。立花美奈と申します。こう見えて生まれも育ちも日本なんですよ。潜入調査。
んや。ねえねえ。あら？うんうん。うそ！いちいち。で、オッケー。本当？だけどさ、違う。ねえねえ、クス。診察席5です。あと何回ぐらい後日談続くんでしょうかね。みんなと一緒なら最強です。素材も拾いに行きましょう。うんうん。ふうふう。どうなんでしょう。その通り。都合のいい展開って。おお、誰？おお、すごい、確かにすごい。ねえねえ、高い。欲しい。どう？どう？うそ。おお。後日談。キャーキャー言われてますね。ってことは。そうなん。チアだ。チアもこの服は珍しいな。いつか恋する恋ね。パリパリパーリーだ。うんうん、嬉しいです。ペンチ、なに？よし。あら、おお、今度は本当の変態っぽい、はい、というオチなんじゃないかな。踏み切ってジャンプ。嘘。え？どうしたんだ？それは。お、ちょっと何でも。にゃあ。お。やっぱり。あれスクリーンショットあげるとスクリーンショット無効にされてしまいましたからね。ってことは。服を着ないとちょっとやばいです。セサミは。牛乳が最高だ。夜夜。まったくもう、なんですか。セクハラだな。許せません。まだあるのかな。
落ちか。みんなと一緒なら最強です。トレード行きましょう。求めているのは今のおすすめ。救世主へのおもてなしっていうのがある。まずはこれを取りましょう。交渉成立となると限界突破ができる。パワーオブスライコハルビオイ、パワーオブスライミコ、交渉成立。あとは進化素材とか強化素材ですよね。強化素材かな。魔法使いのクエスト強化です。交渉成立。こんな感じ。鍛冶屋へ。46円。これをこうしてで鍛えようぜ。僧侶のロット。これをこうして出来上がり。僧侶の服がでかい。やー、来たえがいがあったぜ。素材はどうする？進化するにはいろいろ言いますしね。所持は満たしてるからレベル20にする必要があるってことですよね。もうちょっと待ちましょう。武器レベル、スキルレベル上げたいとこですが、武器レベルを最大しないといけません。まだまだ時間はかかりそう。残った時間で特殊クエストやりましょう。予備クエスト。お、月属性ですね。強化です。上級やりましょう。30か。ってことはエネミータイプがこれだったらこの属性ですよね。妖属性チノかな。普通に松さんの準備できてるよ。早く行こうよ。先輩らしいところ見せないと。恨みっこなしだからね。守りもしっかりしなきゃ。力が湧いてきます。反対倒しちゃいますよね。気がつけば残り1体になってしまった。自身我慢の時だね。何するんですか。皆さんのやる気をアップします。本気の力見せてやるです。いきます。
すごい。少しずつ強くしていきます。中野ビーチバレーは弱いトラ様のためにの頭頭カムリちゃんやっぱり教室は落ち着くな。作品リストです。ニューゲームいきましょう。たまの休みくらいのんびりしましょう。作りたいのか。リクラフト回避。家具だな。ニューゲームその1、蒸気をクエストくん。クラフトクエストっていうのがあるんですね。消費スタミナ10、ちょっとぴったりですね。これでいきましょう。魔属性です。ソーニャちゃんかな。行きましょう。そんなに死に急ぎたいか。これでも食らえ。どうやらさせない。簡単に倒しちゃいますよね。こんなのもあるんだぞ。こんなことでよければ本気で行かせてもらう。ダメージは結構食らう。早いな動きが。やった、勝ちましたよ。浅いクリアです。国家の完了です。クリアオーブを獲得できるんですね。私の家具に不備の二文字はない。
お、なんか部屋が変わった。他にも報告可能なものがあったと思う。受注可能か、報告ではなく。例えば桜トリック、作りたいのか。ハルコも受注できますね。いいかも。こんな感じですね。はい、というわけで。たまきちゃんってすごいんだよ。深っぽよな。鼓動たまきよ。姫って呼ばないで。はい、今回は異世界召喚された救世主だった収集クエストと後日談を中心に行いました。なかなか充実した戦いだったと思います。次回もお楽しみに。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。